エンシェント室内管弦楽団は、イギリスのオリジナル楽器オーケストラ。英語名は、古学のアカデミーを意味する。1973年に、チェンバロ奏者並びに指揮者のクリストファー・ホグートによって創設された。18世紀から19世紀初頭の音楽までを、古学器で演奏することを目的としている。英語の名称は直訳すると、古学アカデミーであるが、これは、 1726年にロンドンで作曲家のペープシュラにより創立された17世紀以前の音楽を研究、演奏するための同盟の団体にちなんでいる。エンシェント室内管弦楽団は、モーツァルトの公共曲全集と、ベートーベンの公共曲全集及び、ピアノ競争曲全集の録音が、とりわけ名高いが、古典派だけでなく、ビバルディやテレマン、バッハ、 ジェミニアーニなどのバロック音楽にもまとまった録音がある。気楽曲の他に、併設の合唱団や聖歌隊を起用して、宗教曲などの合唱曲やオラトリを、カンタータ、歌劇なども幅広く演奏、録音してきた。ホグウッドの客演指揮者としての活動範囲が広がるにつれ、1996年より、オーボエ奏者のポール・グッドウィンが、自席指揮者に、 バイオリン奏者のアンドル・マンゼが、純音楽監督に任命されている。ポール・グッド・ウィンの下で、シュッツと同時代のクリスマス音楽や、モーツァルトのジング・シュピール、サイ,イデが録音された。また、この体制により、ジョン・タブナーの小楽器のための一連の作品においても、演奏や録音を行っている。楽団員は、室内楽の演奏、録音にも意欲的で、 モーツァルトやウェーバーのクラリネット50奏曲や、ベートーベンの70奏曲、シューベルトの80奏曲やピアノ50奏曲、マスなども録音している。楽団とモーツァルトの競争曲を録音した、ロバート・レヴィンとは、モーツァルトとベートーベンのフォルテピアノと管楽器のための50奏曲も録音した。2006年に、チェンバロ奏者のリチャード・エガーが音楽監督に任命され、 創設者のホグートは成去するまで、名誉音楽監督の地位にあった。ありがとうございます。